第54回グラミー賞は2012年2月12日に発表、受賞式が開催された。司会はヒップホップ歌手の LL クール J。ノミネートは2011年11月30日にロサンゼルスのノキアシアターで発表された。当日はプレテレキャスト受賞式がロサンゼルスコンベンションセンターで、本編がステープルズセンターで開催された。 プレテルキャストの模様はグラミー .com、本編は CBS で全米放送された。ポスターデザインは建築家のフランク・ゲイリーが担当した。受賞式では、前日に死去したホイット・ニー・ヒューストンへのツイートとして、ジェニファー・ハドソンが代表曲、a l w ウェイ Love You を歌唱した。受賞は、各部門最上段に、太字のもの年間最優秀レコード少年間。 最優秀アルバム少年館最優秀楽曲賞。最優秀新人賞最優秀。ポップソロパフォーマンス最優秀。ポップパフォーマンス最優秀。ポップインストゥルメンタルアルバム最優秀。ポップボーカルアルバム最優秀。ダンス録音最優秀。ダンス、エレクトロニカアルバム最優秀。トラディショナル、ポップアルバム最優秀。R&B パフォーマンス最優秀。 トラディショナル R&B パフォーマンス最優秀 R&B ソング最優秀 R&B アルバム最優秀ラップパフォーマンス最優秀ラップコラボレーション最優秀ラップソング最優秀ラップアルバム最優秀インプロバイズドジャズソロ最優秀ジャズボーカルアルバム最優秀ジャズインストゥルメンタルアルバム最優秀ラージジャズアンサンブルアルバムありがとうございます